はい、世界バイナリーオプションスペシャリストの半間洋先生です。こんな具合で、シグナルね、パーフェクトでした。4勝ですね。1回に100個か200個打って、500回ぐらい、500勝3敗ですかね、ぐらいですか、500勝3敗でした。先日打ってますけども、金額上げていけばもうこれだけで1000万越しちゃいますか。1000万どころじゃないですね。4時間で、4時間の投資で1000万どころじゃなく、前回にもう稼いでしまいます。そんなので、次ですね、こうシグナル見たんですけども、いいのが今ないみたいですね、次。ですので、時間をつなぎでね、これで先ほど投資してたんですけどもね、160万ですね。4時間で1000ずつ投資して100本ずつ投資して61万でしたからね。で、やめますね。一回も負けてませんよ。ね。今、シグナルこんな風にしてね、いいのがないんですよね。出てくるのがないですね。これもちょっと怖いですね。下、こっから落ちて、あんまり差がないからね。これも出ないし、つながってて、全部つながってて出てきたです。長いの周期で出てきたやつの方が安定性で勝ちやすいんですよね。ここら辺で出てきてどうかなという感じでね、上に出てきたらいいかもしれないんですけど、この USDCA でね。これも下に出てきたらね、NZDUSD 赤が出てきたらいいんですけども、ないですね、今ね。今回の5時間目、5回目はないですね。こう一点チョコ出てるからちょっと怖いですね。下落ちるっていうのもちょっと怖いですね。今ここの点が始まりですから、からちょっと入ったわけですね。15分ぐらい、10分かね、経ったわけですね。ないですね。まあそんなことでね、このまま続けてもパーフェクトかもしれないし、負けるかもしれないけども、100回ずつ打たなくても、100回ぐらい難品みたいにどんどん逆張りで打ってこなくてもね、1個でずつ打ってても今回は勝ってますね。楽勝ですね。だから資金がない方はそうやってもいいですね。で、1回シグナル出てきたらね、最初出てきたのを優先にして、それでもう、はったりしちゃうんですね。それで勝てるよともう思い込んで、それで投資するね。ただそれ 50% 以上の確率なんでね。あ、これ出てきたけども、将棋はちょっと怖いですね。このサイクルは短いでしょ。上がって下がって落ちてしまうかもしれないでね。まあそういうようなことで、長い130の、浜洋先生の作った幕 ID での方式なんで、普通の幕デーとは違いますよ。ね、浜先生のインジケーターの130ぐらいがいいんじゃないかというようなことでね、これでは全部130で作ってます。だから反応が鈍くなるけども、非常にね、正確になるんですね。周期が長くなるんですけど、非常に正確になるんです。それで1時間の幅で前もって投資しますでしょ。だから徐々に変化していくって、だから非常に正確になっていくんですね。こういうのも出てるから変えるんだけど、こう赤入っちゃった間、もうちょっとずらーっと青が長、前が長い方がいいんですね。あ、これはいいかもしんないね。ね。まあ、ちょっと今回疲れたんで、これで、本当だったらこれで投資するんでしょうね。これでね。ね。これで投資するんでしょう。普通だったらね。USDCAD ね。本当はこれでもうくたびれたんで、5回目ね、休みますよ。多分これでもまた勝てるんじゃないかな。まあそんなことで、バイナリーオプションで稼ぐって非常に簡単でしょ？ね、これを見ちゃったら。で、
浜先生だけ稼ぐっていうのはずるいって言われるんで、100万円、1000万円するものかもしれませんけど、このインジケーター、1万円で提供しますから、みんな億万長者になってください。ね。そういう、ものも、用意しとかないと、ね。ただ、各自の能力ないと、やっぱ、勝てないかもしれませんよ。私みたいに、こう、簡単に投資できるわけじゃないと思いますからね。スペシャリストじゃないんで、こんな簡単にポンポン打って勝てると。ね。ただ、今のルールは、このインジケーターの投資ルールですね。は、まず一例ですね。これはね。他にも前やってましたけど、あれは難しいんで、こっちの方がわかりやすいでしょ。ね。はじめに長い周期でから出てきたシグナルね。時間になってね。これみたいね。これがずっともうちょっと赤つながってて、ね。これ青になったからちょうどいいから、これですね。USDCAD ね。これで投資するっていうような感じね。今のところ最善のこれがいいんでしょう。USDCAD がね。ね。他は、出てないね。出てても間にね、これ、出ちゃったでしょ。ね。出てね、ミミズのね、食感じゃないけど。これも出てきてるけども、ここ、あんまり長くないでしょ、前の青がね。だから、投資はちょっとやめとこうという感じで、そんな感じですね。天岩先生のメインをこう今紹介します。デモでお見せしましたけどね。証拠としてちゃんと稼いでましたよと。ね。ね。これね。デモでやってましたけど、4時間で4回やって、簡単に1000円ずつしか、通してないのに、ね。61万も稼ぎましたと、61万2000も簡単に稼ぎましたと。ね。皆様方もうまくやれば、